あとは渡部先輩とカエラ先輩だよな。なんかいろんな人が手紙書いてそう。何かちょうだい猫。え、いいな。これでもこういうの欲しいな。これでも何かもらいたい。いやでも普通にカエラ先輩お世話になったからなんかお渡ししたいわね。なんかネザーライトとかがいいのかな。カエラ神っていらない。なんだって、すべて持っている。はいはいはい、ふざけんなよ。ネザーライトめちゃくちゃ持ってる。え、やっぱお手紙なんだな。なんか高価そうなものを渡してももうリッチだからいらねえってかっこいいよね。思い出をあげよう。じゃあまたコラボしたいな。あれだ、そのエリトラ、そうだ、エリトラを取りに行くときにまた一緒に遊びたい。そうそうそう、ここら辺にチェストを置こうかしら。かなで Empty space You can put Present for かなで Big love このアバッタスペースにかなでのプレゼントが置けますよっていう。で、カエラ先輩との思い出。カラデは、カエラ先輩のことを、マインクラフトの神として知りました。なぜかというと、みんな、カエラシンと呼ぶから、カエラシン、最高ー。それで、カラデ、一緒にネザーに行って、テンプレート、フローム、なんだっけ、ベレションみたいな、バッションだ。すげえ、みんな知ってる。カラデ、インベスション、but カエラ先輩ベストアドバイス、カナデオライブ。カナデと時間をいっぱい過ごしてくれてありがとう。And これって努力だっけ？合ってる？あれ？全然違うかも。あ、待って、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしいぜ、アフォートだったぜ、うわー。うらら、うらら、こっちこっちは、はいやー、え、待って、はいやー、どうやって書く、はいやー、はいやー、あ、アワーメモリーズうらら、こっちこっち、はいや、ビクラ、また遊ぼー。レッツゲットエリトラネクストタイム。ありがとう。これでどうでしょう。ちょっとエモい手紙を書いて残りにねプレゼントをもらっていくと。カエラ先輩、プレゼント待って。